今シーズンはこのコーナーに26選手が登場。皆さん笑顔で本音を語ってくれました。今回未公開シーンを蔵出しするのは2人の選手。その選手とはこちら。滋賀県出身の則本貴弘選手はプロ10年目の31歳。今シーズンは先発ピッチャーとして21試合に登板。チームで唯一の2桁勝利、10勝8敗という成績でした。6月12日は100勝と1500投球回を達成したメモリアルな試合となりました。今年の中で一番良かったんで、初回から飛ばしていけるところまでと思って、はい、投げてて、それなりにいいピッチングができたかなと思います。1500投球回もそうですけど、100勝も含めて、ずっとこうして先発で投げさせてもらってるからできたと思うんで、本当にたくさんの方々に感謝したいと思います。感謝といえば、選手たちがファンの皆さんに感謝を伝える楽天イーグルスファン感謝祭2022、いよいよ明日開催。感謝の気持ちを込めて来場者全員に選手背番号入りの手袋をプレゼント。さらに選手と同じ目線で歩けるフィールドウォークも開催。チケットは好評販売中です。ちょっと映像後でしっかり見てもう一回思い出そうかな。ちょっと映像後でしっかり見てもう一回思い出そうかな。インタビューをしたのは今年6月25日。その時はやはり100勝した試合の話で盛り上がりました。そしてその続きが未公開シーン。気になったのがボール、はい、は今どこにあるんですか。今家にあって、基本的にはシーズン終わったら全部実家に送って実家に飾っておいてもらうんですけど、今のところ家に普通にポイって置いてあります。試合に勝ったピッチャーに送られるウィニングボール。則本選手は100勝を達成したということは、じゃあもう実家にディレクターからです、はい、100個はないっすね。100個全部はないんですけど、多分80から90弱ぐらいはあるんじゃないですかね。それはもうプロに入ってということですか。そうですね、はい、だから1勝目からウイニングボールはもらってるんで、はい、多分それぐらいあると思います。保存方法ってどんな感じなんですか。楽天市場でボールケース、クリアのボールケース買って、それにボール入れて並べてます。ちゃんとこう見えるようにディスプレイされて、はい、楽天ポイントですか、はい、楽天ポイントで買ってます。この前も10万ポイントもらったんで、それで買おうかなと思います。この前も10万ポイントもらったんで、それで買おうかなと思います。暑かったですか。今日やばいっすね。水風呂入って、いや、今日はこの後まだもうちょっとトレーニングあるんで、それ終わってからしっかり浸かろうと思います。あ、もうちょっとそれ楽しみですか。もうそれがないとちょっとしんどいですね。水風呂いかがでしたか。なんで知ってんすか。はい、もうめっちゃ暑かったんで、体冷やすために入りました。去年の放送で則本選手が語ったのは、練習の後に水風呂に入って体をリフレッシュさせるという話。則本選手はそこであることをするそうです。この後未公開シーンです。何なんだ。水風呂入りながらワンピース読み返したりとか。なんかこう、なんでしょう、髪がしめしめにならないんですか。
大丈夫ですね。で、あの結構みんな読むんで、ボロボロになったやつはちょっと処分してまた新しい本入れ直したりとかって感じですね。最近もずっとアニメばっか見てますね。アニメと漫画読んだりとか。お家で過ごすこと多いんですか？そうですね。あと遠征先もやっぱ出れないんで、なかなか遠征先では基本アニメ漫画読んで。この後武藤選手が登場。お肌の話で盛り上がる。プロ3年目の外野手は走攻守で活躍。43試合に出場して打率は2割5分。則本選手が100勝を達成した6月12日の試合、その時に打ったタイムリースリーベースヒットをご覧ください。お久しぶりです。お久しぶりです。パンカン以来なんですが、はいはい、覚えてますか？パンカン以来ステージ上で黒川選手、水上選手と一緒に。あ、覚えてます。あれっすね。そうなんです。武藤選手が思い出したあれ、そう、ファン感謝祭がいよいよ明日開催。去年武藤選手が参加したステージトークショーを今年も開催します。週刊和紙報も参加しますよ。チケットは好評販売中です。僕あの脱毛行き始めたんですよ。全身行き始めてめちゃめちゃ痛いんで、その痛さに耐えれるように頑張っていこうかなと思います。武藤選手にインタビューしたのは今年6月25日。その時は脱毛トークで盛り上がりました。そしてこの後未公開シーン。選手の中で肌が綺麗とかお手入れこだわってるとかいらっしゃるんですか？肌の手入れだったら西川春樹さんか住谷銀次郎さんかなと思います。住谷銀次郎選手35歳はプロ17年目のベテランキャッチャー。武藤選手によると住谷選手はお肌のお手入れにこだわっているそうです。そしてもう一人、プロ12年目の外野手西川春樹選手30歳。西川選手もお肌にこだわりがあるそうです。西川選手の何かこだわりご存知ですか？そうですね、僕が見た中では化粧水とかなんか使ってたんで、あの美意識ある方だなって思って、それ銀次郎さんもやってたんでさすがだなと思いました。武藤選手もでは化粧水などもやってます。お肌綺麗ですもんね。本当ですか？ちょっと最近荒れてきたんですよ。紫外線は大敵じゃないですか？そうですね、紫外線はできるなら浴びたくないぐらいですけど。ほう、無理なんでそれは。そう、ね、できるなら浴びたくないぐらいですけど、無理なんでそれは。野球だと全身に浴びちゃいますね。そうですね、まあ、なるべく長袖は着るようにしてるんですけど、最近は暑いんで無理かなっていう。暑さには勝てない。勝てないです。あまりこう美容を意識してないなっていう選手どなたですか？辰巳さんじゃないですか？辰巳さんじゃないですか？何でもいいっていう感じなんだろう、人は多分。今シーズンのゴールデングラブ賞を受賞したプロ4年目の辰巳良介選手25歳。辰巳選手は武藤選手と同じ外野手です。辰巳さんがこう化粧水バシャバシャしてるのは見たことないですか？見たことないです、はあ、外野でお話ししてますけど、はい、どんなこと喋ってるんですか？深い話はしないですね、あの時は。ナイスゲームぐらいですね。深い話はあんましないかなと思う。選手間で武藤選手が
深い話をする相手ってどなたなんでしょう。いや僕基本深い話しないんで